地を守る合言葉として浮いて待てということがあります。この言葉しっかり覚えてください。小学校のプールで5年生38人が参加した、その名も浮いて待て講習会。夏休みを前に海や川での水の事故を防ごうと、蒲郡市消防本部が12年前から市内の小学校で開いています。水難事故というのはこの6月からこの8月に集中しています。福岡北側でもこの浮いて待つということを覚えていれば助かったということが多くありますので、溺れかけた時に大事なことは声を出して助けを呼ぶのではなく、助けが来るのを浮いて待つことだそうです。さらに、ランドセル行くかな、お願いします。ランドセルやペットボトルなど手の届くところに浮くものがあれば、それをお腹に抱えるとより簡単に浮くことができるといいます。子どもたち、果たしてうまく浮いて待てるか。靴履いてないの？じゃあ足沈んじゃう。声出したりすると沈んじゃうもんで、この状態で。最初はうまく浮かない子もいましたが、最後はみんな上手に浮いて待てるようになりました。浮いて待つポイントは、体の力を抜くこと。顎を上げ、手足を広げて待つことで、ラッコをイメージするといいそうです。空気を溜めて、そこから上に向いて、なんとか浮くようにやって。自分からもちゃんと浮いて、自分の身を守る。蒲郡市では去年、水難事故が9件発生していて、市は夏休みが始まるまでに市内8つの小学校で同じ講習会を開く予定です。